完全なる指示っていう形で、まあ、ヴィンテージモトクロス日本車のをモチーフにカスタムした感じですか。まあやれば作れないことはないですまあお客さんのやりたい形を形にするだけなんで、はい、まあでも完全にバランスだけですよね。その作り物云々というよりかはもうバランスを見るのがすごく難しくて、このビッグツインなんでどうしてもそのさっき言ったフレームが大きいんでこう間延びしちゃうっていうか、ちょっとそれが難しかったですねまあ加工っていうよりかはやっぱ後ろ回りをその長く見せないように、あんまりこう本来ヴィンテージモトクロスだとこうフェンダーが結構長いんで、ちょっとそれをうまいことこう短くまとまるようにしたぐらいの感じですかね。正直大してフレームとか大してっていうかフレームは全くいじってないです。まあスタイルがスタイルなんで、まあ将来的にお客さんがもしまあ本当にまたチョッパーにしたいとかっていうのも頭に入れてたんで、あのほとんどフレームには手は加えてないです。全部ボルトオンで外せるような部品にしてて、強いて加工したのはスイングアームの食の取り付けだけです。それ以外はほぼ加工してないです。通常であれば、まあ、あのスイングアームのパイプのところにこうショックスタッドが立つんですけど、そこだとどうしても車高が高っちゃうんで、車高を上げるためにスイングアームの上にあのショックスタッド止められるようにした形ですね。